組取式便所は、日本で使われてきた落下式便所の一つ。擬音語を使って、ポットン便所、ポットン便所、ポットントイレ、ポットントイレ、ボッ,トントボッタン便所、ストン便所、ドッポン便所、ドボン便所、ポッチャン便所とも呼ばれ、単に、ポットン、ボットン、ボッタン、ポッチャン、ポットン,ン、ゲタン、ストン、ドッポン、ドボン、ポッタンと呼ばれることもある。21世紀以降は、 公共下水の整備や合併浄化層の普及とともに水仙トイレに改修され、都市部や中規模以上の町では見かけることがなくなり、地方の農産村地域においても姿を消しつつある。なお、落下式便所にはみ取式の他に、垂れ流し式便所やトンネル式便所もあるが、それもお物が落下するので広い意味では、ボットン便所には含まれる。 組取式便所の俗称はすべて落下音の擬音号を使っているため、落下式の便所すべてを含めることとなる。ただしこの場合は、お物が直下に落ちるのは共通しているが、後から組み取らないので、組取式便所とは少し異なる。名称からもわかるように、組取式便所は後から貯留されたお物を組み取る方式なので、講義には簡易推薦式便所も含まれる。 被水栓便所という言い方は、組取式だけでなく、バイオトイレのことも示す。便器内の半分、もしくは全体に穴が開いてあり、その穴を通って排泄物が便宜に貯留される仕組み。組取式に使われる便器は、基本的に和式便器であるが、洋式便器も障害者対応便所や老人が同居している住宅など、一部に見られる。また、和式便器に、 洋式便器を被せた簡易洋式トイレというものもある。江戸時代頃までは壁式や木製ストール式が存在していた。現在は陶器製朝、顔形が多いが、その他に陶器製またはプラスチック製のストール式小便器が存在し、一部の施設ではトラップの有無に関係なく水栓用のストール式小便器を組み取り式に使用している例も見られる。大抵。 外気に匂いを排出する煙突式の匂いとがある。旧式の組取式便所は水で洗浄しないことに衛生上に問題があったが、近年では簡易水洗式が増えたため、水洗便所とあまり変わらない清潔さがある。簡易式水洗には臭気を外に出すおいと、を必要としない場合もある。草屯にはかつて石綿管が使われていたが、後にほとんどが塩ビ管となっている。 草との先端には、雨水が便槽に入るのを防ぐための傘が付けられるが、風力式もしくは電動式のファンが多く付けられる。口述の無臭トイレには、ヒーター式の脱臭装置が付いている場合もあるが、後に電動ファンに交換される場合が少なくない。便器と直下管を接続するための短い継手管。穴を小さくするので、小児の転落防止に役立つ。 いわゆるすっとんくだのこと、水洗便所の排水管よりも太い、コンクリート、陶器など様々な材質のものがあるが、近年は塩ビなど、プラスチック製のものが多く採用されている、U 字型トラップを含む無臭トイレになくてはならない、必須部材である、または組取式便所を2階以上の高さに設置する、場合に、1階下に埋まっている、便層まで直下管をつなげる役割も果たす。 汚物を貯留しておくそうで、死尿タンク、ババタンクとも呼ばれる。材質は、コンクリートや塩化ビニール、FRP が用いられるが、古くは木や陶器が用いられていた。瓶層も構造によりいくつか種類が存在する。直下式、編集便器の真下に、瓶層を設ける構造で、簡易かつ、古くから存在する構造である。仮設便所もこの部類である。深いものも浅いものもあり、 浅い方は、便器が地面よりも一段高く、地面と同じ平面に瓶層があり、そのまま取り出して肥料にできた。しかしこの方式では、菌が残っている新しい糞尿までもが一緒に、組み取られて、肥料として利用され感染症の原因となった。内務省指揮会療便所、編集1927年に内務省衛生局実験所から公表されたもの。 消化器系の伝染病や寄生虫病対策として研究され考案された。それによれば構造はコンクリートの密閉式の瓶層、大便器、両者を連結する透正塩筒、小便器からなる。瓶層は中核壁で5層に分かれ、内面は防水モルタル塗り。第一層に投入された糞尿は、嫌気性菌によって腐敗液化し、第二、第三、第四の便層を経て、 第5層に流入し、第5層に溜まった最も不熟の進んだものが、汲み取られる。糞尿は投入されてから汲み取られるまでに少なくとも1ヶ月間は、瓶層内で不熟するように、使用者の人数に応じて、瓶層の大きさは考慮する。糞尿は、空気から遮断され放置されれば、その中の嫌気性菌によって、固形汚物は腐敗液化し、病原菌、寄生中卵などは、 嫌気性菌によって死滅するから、糞尿は嫌気性菌によって長く不熟させるほど安全である。糞尿中の病原菌、寄生従卵が完全に死滅するのに要する時間は、研究の結果、内務省改良便所の場合、お物投入後1ヶ月以上経過した後、組み取るように、瓶層の大きさは定められた。瓶層内に投入された糞尿は、空気との接触をできるだけ、 少なくして、嫌気性菌を繁殖させるために大便器と、便宗内液面とを透正炎で連結させ、便宗は汲み取り口を除けば密閉され空気の出入りを防ぐ構造である。組み出されるものは完全に液化し、病原菌は殺滅ぼされているから、直ちに肥料として、高地などに使用することができる。大きさは1人として、長さ点五メートル内外、幅約一メートル。 深さ約1.3メートル。壁の厚さは、底面9から12センチメートル。側壁及び皮蓋7から9センチメートル。中角4から6センチメートル。内径は幅。水深角質とも、約1メートル。長さ第1層0.6から0.9メートル。第2層0.3メートル。第3層及び、第4層0.2メートル。第5層0.6メートル内外。容積は、 1> 第1層0.5から0.7立方メートル、第2層0.3立方メートル、第3層及び、第4層0.2立方メートル、小景1.14から1.39立方メートル有効容積、第5層約0.3立方メートル組み取り質要積、ただしなるべく広い方が便利である、1家族10人、1人1日平均1リットルの排泄量として、 1> 第1層から第4層に約120から150日の糞尿を蓄えることができる。すなわち約4ヶ月から5ヶ月後に組み出される。第1層と大便器との連結である。糞尿落ち込み口は内径約1メートルの土管。その下端はお仏面に接触させない大便器には蓋をする。小便器の流口は大便落ち込み土管の髪型を開口させる。組み取り口は 第5層の髪型にマンホールをつける。その他に非常掃除口、換気装置などをつける。高性証式改良便所、編集直下式の非水栓便所は、便槽に資料が積み上がっていき、汲み取り時に、新しい資尿も同時に組み上げてしまう構造のために、寄生中欄や法定伝染病菌が死滅する以前に、汲み取られてしまい、衛生上の問題が発生するので、 死尿を100日3ヶ月以上貯留できる構造とし、また、周期の問題も軽減させることが考えられた便所。厚生省により提唱されたのでこの名称がある。便器から土管、コンクリート管の直下管を設け、仕切り板により、機密にされ、草とにより、直下管へ、周期の逆流を防ぐ構造の第一の貯留層と、石により隔てた第二の組取層により、長期間にわたり、 死尿を順序よく腐敗させる構造である。当初は複数の仕切り板が設けられたがなじりなどの問題が起こり現代の形態を見るに至った。戦後においては最も普及した形態である。無臭便装編集構成小式改良便所を参考に、便装と便器の間に、有時間を設けてある構造の組み取り式便所である。便器の直下に、匂いと、へ分岐する管があり、そこから、 ヒーターや換気扇を経て、周期を排出するため、直下式便層より周期が少なく、それが、無臭トイレの名前の由来となっている。前沢化成工業が製造したのを皮切りに、積水化学工業、日立化成、浜熱、東亜厚生、新越ポリマーネポン、永大産業、久保田、大健工業、松下電工など科学、建材メーカーなどからも発売されたが、 地方でも水洗化されるようになると需要は減少して、いくとともに一部のメーカーでは生産から撤退している。有時間に瓶が溜まると詰まる場合があるので、時折便器などから水を入れて、詰まりを解消する必要がある。そのため直下式より汲み取る量が多くなる。なお、無臭便層を使ったまま改造などで簡易水洗便器が備え付けられる場合も少なくないが、 当然、便槽に溜まる水量が多くなるため、バキュームカーの汲み取り、回数が増えることになる。ただし匂いつからほとんどの臭気が排出されるため、便所内が快適になる場合が多い。洋式便器では水洗と同様、暖房便座や温水洗浄便座が装備される場合が多い。ウジなどの害虫や悪臭を防ぐために、便槽に殺虫剤や消臭剤を投入することがある。古くは、 ウジ殺しとして、ハエ毒草やレンゲツツジ、蓮月ハ花ヒリノキ等の植物や、小農油が用いられたが、後に、クレゾールや、オルトジクロロベンゼン、有機輪系を成分にした殺う剤が使われるようになった。また、貧層に貯留されたお物は、定期的に貧層から取り出す必要がある。古くは、殻の長い飛釈を用いて、お物を汲み取り、農業の肥料として使用された。 組取式と呼ばれるゆえんである。戦後はバキュームカーで回収するのが一般的となり、1本イコール36リットルとして料金が課せられる。便所の床下の腰壁に組取口は設けられ、剣道の木製の後に鉄製の蓋が付けられた。改良便所では便槽の上あつらに地面とスレスレに設け、これに蓋をした外部からガなどが侵入することもあり、 また蓋の隙間から寒風の吹き入れなどの欠点もあり、その大きさは人体が通り得ないものがよく、蓋は密閉し得るものが良いとされた。お仏が放つ悪臭が遮るものなく、便所に立ち込めてしまう。また常にお仏を人家の近くに貯留するため、うじ、肺の発生源になるなど、衛生上の問題がある。従前は、未使用時には便器にカバーをかぶせ、 悪臭が便所内にこもらないようにすることが多かったが、近年では簡易水泉の普及により、悪臭が個室内にこもらないようにすることができるようになり、また汚物と生活空間を分離することができ、衛生面で向上した、東京や大阪などの大都市以外の下水道が発達していない地区で、1970年代あたりまで多く使われていたが、人墳の肥料としての価値の低下と、 公衆衛生上の問題、さらに下水道の整備や浄化層の設置により、地方でも減少している。かつての組取式便所では、大便が落下した時に、しぶきが跳ね返ってくることもあった。これが俗に、お釣りが来ると言われる状態である。これは、便装として使用されていた亀と便器の間に、十分な空間が確保されていなかったことと、防水が不十分であったため、雨天時に、 雨水が瓶層内に混入してしまっていたことが原因とされる。台風や河川氾濫による洪水で家屋に浸水が発生した場合、み取式便所に大量の水が流れ込んで溢れ、お物が街に流出するケースもある。1959年の伊勢湾台風による洪水発生地域では、死尿が溢れ出して混入した水が長期間引かず、著しい不衛生状態となり、 病気が蔓延した。無論、下水道であっても、処理能力を超える洪水が発生した場合は類似のケースも考えられるが、み取式便所の方が深刻な被害となる。また、蒸気に加え、人墳の海洋陶器が問題となり、環境問題へと発展している。2007年からは条約により海洋陶器ができなくなっている。このため、下水整備の遅れているところでは、 浄化層の設置に補助金を出し組取り式便所から推薦式便所への移行を推し進めている自治体が多い。組取便所は構造上便器の穴を抜けることができる乳幼児や小物などが転落する危険性がある。物品を落とした場合はお物の貯留された便層内から引き上げることになるため一度落とした小物を回収することは非常に困難である。さらに問題なのは 入用児が転落するケースで、実際に、このような事故が何件か発生している。この場合は救助のために、便器から便槽に通じるパイプや、便槽を破壊しなければならない場合もあり、多大な時間や費用を要すことから、不幸にも転落した入用児が、窒息や衰弱で死亡してしまうケースも、複数報告されている。対策として全、穴式便器の半穴式便器への交換。 様式便座の設置、スパッターの装着などにより、便器の穴を小さくする方法がある。しかしながら、これらによって、便器の穴を小径化しても、その穴を通過できるサイズのものや、乳幼児の転落は許してしまうため、抜本的な対策手段となるには至っておらず、抜本的な問題解決には、組取式便所を、推薦式や簡易推薦式に改めるより他ない。これに落ちた人のことを、 立ちこまと呼ぶこともある。立ちこまるからの由来と思われる。また、糞尿が発酵して、メタンが発生することがあり、それに静電気やタバコの火が引火して爆発する事故もある。便宜に死尿が溜まった場合には、バキュームカーでの汲み取り時に水を流す必要がある。香港の深海地区における汲み取り式、便所世界各国でも、同様の便所が見受けられ、定期的に、 バキュームカーによって清掃が行われることも同様である。新設に大掛かりな下水工事を必要としないため、欧州では、死尿タンクと一体型の樹脂製仮設式便所が現在も増加中である。小林製薬から発売されている方向材のブルーレッドの注意書きによれば、一部の製品を除き、簡易水栓には使用できないの旨があることから、簡易水栓式便所を含む、 組取式便所にトイレ方向洗浄剤を使用することはできない場合が多い。また、トイレ方向洗浄剤の注意書きに簡易水泉には使用しないや、簡易水泉には使用できないの胸がない場合でも、簡易水泉便器にトイレ洗浄方向剤を使用することは極力お勧めできない。ブルーレット微行、セボン微お及び簡易水泉式便所微行も参照。 ありがとうございます。